平成最後の13日の金曜日、7月13日当日に今やってるんですけど、本当だったらね、プレステ4の日本語版が今日出てるはずだったんですよ。だったんですけどまあご存知の通り発売日が来月に流れまして、もう今回はいつも通りプレイしましょう。でちょっと俺チャドの練習したいんだよね。まあ、やってる人はわかると思うんだけど、チャドって実は思いっきり正面切って戦うのに向いてるキャラなんですよ。この運というステータスが高いとジェイソンをスタンさせやすくなるんだよね。殴った時に動き止めやすくなるんだよ。で足も速いから一瞬で距離詰めやすいし、実は戦えるキャラの条件が揃ってんだよね。でこのチャドに攻撃スピードをアップさせるパークを身につけてもらって、1対1でジェイソンをぶん殴るっていうことをしたいわけよ。それできる人かっこいいもんね。牛沢さんですか？あ、やべえ、どうしよう。違います。本物じゃないですか？違います。声そうですって。絶対本物だ。いや、ちょっとわかんないですけどね、何言ってるか。マジか、大ファンス。はじめまして。あ、たまにはこういうのもいいな。ちょっとチャドに変えとかないと。準備完了しとこ。よろしくお願いします。早く早く。レディレディ。あおられてるよ。レディーしてあげて。あー、なんかやだな、知られてる状態。名前変えときゃよかったな。もう返事しないでおこう。だらしないプレイしたら恥ずかしいじゃん。マップ持ってきてねえんだった。攻撃速度のやつつけたから。やべえよ、浮かれてマップどこだったか見てねえよ。これ小マップか、どっちだ。地図欲しいな。いつもは地図初期装備してるけど、それ犠牲にして攻撃速度上げるやつつけてんだよね。バットでいいかな、武器。やったー。やっぱり最近プレイする頻度は減ってきてるからさ、プレイするたびに久しぶりみたいな感覚あるんだよね。ブランクを感じるんだよね。あ、ミニマップか。なんか近くの家下の方人固まってるしな。一旦墓でも寄るか。スプレー落ちてるかもしんないし。やーべー、結局でかい家まで来ちゃったけど、俺なんもしてねえな。あ、ジェイいる。ジェイいるな、この辺。戦い挑むか。でもな、真っ先に死ぬのやだな。みんな生存してるし、ちっちゃいこと考えちゃうな。とりあえずみんなと一緒にいるか。一人でいるよりは。まあこういうとこで一人で戦いに行くのがかっこいいのかもしんないけどね。お、ぶん殴ってんな。うわ、いるー。今殴るチャンスだったな、ある意味。おい、こっち来る気か。こっちにシフトしてきた。よし、ここで部屋の中ですよ。やっぱなんかこうやってのらりくらり逃げる方が性には合ってんだよな。だからこそ戦う練習をしたかったりもするんだけど、やっぱり。とりあえず走っとくか。見てる？あ、いなくなっちゃった。素通りしてっちゃった。車を警戒してんな。よし、しかしまあチャドはすぐ視界暗くなんな。暗すぎない？まだ殴られたわけでもないのに。
ちょっとあの人と挟み撃ちにしてぶん殴りたいな。あ、シフトか。よし。くそー、逃げ出したいのに足がうまく動いてくれねえよー。よし。下手くそな小芝居しちまった。くそー、逃げ出したいのに前に進まねえよー。足が前に進まねえ。ここでこう、よし。あ、ちょっとコツつかめてきたな。ちょっと距離取って相手の空振りを誘ってからすぐ殴りに行く。やっぱ足速いと距離詰めやすいから殴りを当てやすいね。攻撃速度上げ、高くするやつつけてんのもあるし。さて、やばいやばい、もう俺ターゲットにしてない。さっきからあの足が前に進まないやつやってるからかな。あ、こいつ足に来てるなって思ってるかもしんない。ただ車の近くで戦うのはあんま得策じゃないな。車修理したい人がいるかもしんないし、離れてあげた方がいいよね。修理したい人がいるかもっていうのを考えたら、俺は別に修理パーツ持ってるわけじゃないからな。車から離れてもいいはず。あー、でもちょっと殴れて嬉しかった。なんかあそこにやたら人固まってんな。俺一人が離れても意味ないか。あー、こうやってごちゃごちゃやってる間に警察を呼ぶのが本来は得策なんだけど、今回は修理キャラじゃないからな。チャド修理下手だし、修理狙いに行っても意味ないか。戦ってジェイソンを足止めする方がいいのか。なんかみんなここにいたら意味なくない？別にセーター持ってるわけでもないし。お、うまい。どうしたもんかな。結局離れては来たけど、ちょっと待って、視界が悪くなるな。すぐ、あ、ジェイソンあそこにいんな。やっぱこの間にパーツ集めたりした方がいいんじゃないの。車にしろ電話にしてしろ、修理するんだったら。あー、でも東の方も誰か来てはいるんだな。開いてるもんな窓。これ以上調べてもあんまり意味はないのかな。だとしたらヒューズとか誰が持ってんだ。誰かが直さないとね、先に進まないもんね。あ、やった、ナイフ。あ、こんなのあるぐらいだし、探索してない場所もあんのか。開いてる引き出しもあるんだけどね。追われてたから全部引き出し開ける余裕はなかったとか、そういうこと。あぶねえ、なんかハマったかと思った今。出れなくて。でもヒューズはないのか。ルシ助けて、連れてきましたよ。連れてくるんじゃねえよ、来ましたよじゃねえよ。何やってんだ。おお、殴ったか。結局そこそこ探索して何も修理パーツを見つけられなかったので、見つけてる人に頼るしかないよね。どっちの車にもガソリンは入ってんのか。で、あれ、なんか別の人を追ってんな。追いかけようか、救援しに行こうか。あ、いたいた。シフトだ。あえてこっちよ。で、どこ行った？あれ、シフトじゃなくて毛布だったのかな。気配消えたな。でも近くにはいる感じするけど。この辺は
ないか。トミーって、もう呼んでるのか。なんかすることないな、何も見つかんないし。爆竹か、どうしよっかな。置いとくか。なんかジェイソンの気配はすんのに、部屋に侵入してくるような様子はないな。しかしまあ何も見つかんない。開いてる鍵。危ねえ危ねえ。こいつ映り込もうとしてねえか。フライデーナイトフィーバーやってやるか。やっぱチャドはいいな。ダンスが映えるね、チャドは。このトラパン、なんか気配なくなっちゃった。消してんのか飛んだのか、どちら。このヒューズとか何も見つからないなんてことある？ここまで探索して。気配消してるにしても、今出ても大丈夫だよな。結局この辺の4件からは何も見つからなかったな。っていうか、一応何人か殺してはいるのか。まだたくさん人はいるけど、こんだけ人いたらな、誰かがヒューズ持ってはいるんだろうけどね。ここにいんのか、ジェイ。家はちゃめちゃになってんじゃん。はちゃめちゃが押し寄せてんじゃん。そっちいますよ。そっちいますか。よしよし、いいぞ、引きつけたぞ。あえてこっち。よし、気配消したな。わかってますよ。よいしょ、ファッキュー。いやー、いいことしたわ。いいことするって気持ちいいわ。こっちの家でも行ってよ。こっち来るかな。よいしょ。なんだ、近く来たか。ここってちょっとボコボコになってんのか。どうしたもんかね。来たー、来てるー。一旦外出て、これもう20分逃げ切り路線になっちゃうな。マジかよ。なんて？なんつった？電話してください。ここって電話あるとこなの？電話どこだ？今バッテリー落ちてたな。もうバッテリーなんてもはやどうでもいいか。あった、電話あった。I need you to listen to me. Jason Voorhees has returned. He's killing my friends. メイソンが近くにいて守ろうとしてくれてんね。助かる。やったー。よし。でもな、もう残り時間とそんな変わんないんじゃないの？警察が来るまでの時間。ひょっとして。そんなに差ある感じしないけど。さて、どうすっか。あとは警察が来るまでのだりくわりくらり逃げ回ってたいけど、誰かと一緒にいた方がいいかな。あっちの方にいんのか、もしかして。ジェイソン、みんな固まってるけど。戦ってんな。みんな好戦的だな。俺はコソコソしてたのに。すごいな。殴ったら北の方に行こうかな。自分が殴るか誰かが殴ったら、殴って離れるって感じがいいね。ほーら、よし、殴ったので一旦離れる。他のみんなはどうするか分かんないけど、俺はとりあえずどっか行くぞ。ちょっとね、もうマップが見づらいんだよね。
チャドだとすぐ視界がこうなるから。あ、俺追いかけてきてんな。でもあの辺の家まで逃げ切ることさえできれば結構かわせるでしょう。気配消えたけど、これ追ってきてないのかな。よし、ここまで来ちゃえばね、この立地強いんだよね。あの焚き火を囲って建物が4軒ある場所、建物から建物に逃げれるから。あと3分か。どうにかかわせるんじゃないかな。あ、いいね、扉閉めてくれた。おお、来てる。はい、こっちでーす、こっちでーす。よし、レイジ溜まってんのか。そりゃそうだよな、あんなにボコボコ殴ってたら扉一発で破壊されるから。あー、この家結構ちっちゃい家じゃない。そうだな、ちょっと危険度は高いけど、でも奥の窓開いてるからどうにでもなる気がするな。トラップでもかけてみようかな、たまには。あー、ちょっと手前すぎたかな、これ抜けれんな。もうちょっとギリギリに置きたかったけど、しまった。で、お何だこの光景、あいつ映り込みに来やがって。ギターかき鳴らしてやろう。絵になるなあ、トラパンのチャドは。何をやらせても。てかジェイソン全然近くにいないの？どこ行ったんだろう。さっきまで追いかけてきてたのに。まあそうなるわな。そうなるでしょうね。でもあと1分で助け来るし、時間切れじゃなくてもう脱出を狙おうかな。そんなに時間の差はないとは言っても、そこはやっぱり攻めの姿勢を崩さないでいきたいよね。散々コソコソしといてあれだけど、まあ、ちょいちょいコソコソしたけど何発か殴れてよかったな。まあ、ジェイソンやってる方もそんなに熟練者っていう感じではなかったから、そんな生きるほどのことでもないけどさ、もう熟練者っぽいジェイソン相手にもこれだけできたらなかなかかっこいいよね。もうちょっと真ん中寄りにいた方がいいかな。どっちが脱出口になるかわかんないし。合流したぜ、楽しい。で、あ、脱出あっちだ。よし、時間切れより先に脱出してやるからな。で、こうなったらジェイソンも飛んできそうなもんだけどね。来ないか。ま、素直に脱出させてもらおうかな。ここは踊れあそこは踊っとかないとね。あの脱出中ダンスのためにやってるとこあるから。ありがとうございます。龍が如くゼロが楽しみです。最速までしてきやがったな。まあこのゲームも追加のコンテンツはリリースできないだろうっていうアナウンスがされてるんですけど、でもなんかこの間地味に不具合を修正するためのアップデートは来てたりして、うん、追加のコンテンツはなくても全然まだまだ遊べるゲームだと思うんですよね。プレステ4版も楽しみにしてるんですよ。まあまたちょいちょいやっていきましょう。
ちょっと殴りチャド上手くなりたいね、もっと練習しておきます。ありがとうございました。